はいどうもブラッドです。ということでやってしまわれましたよ、アスレチックスに非スイープ。まあ勝ち負け関係ないとはいえさすがにスイープ悔しいんですけど、ただ現状のロースター比べるともうほぼ同じような戦力に感じますね。でさらに今日なんかミスも重なったんで、まあそれは負けるよねと。そして今日負けたことで対アスレチックス今季5勝5敗となりました。あと1カード残ってます。今シーズンの最終カード、アスレチックス3連戦ありますけど、もうここ裏天王山ですね。ア・リーグ西地区最弱決定戦、これは何としても勝ち越してシーズン終えたいですね。でその前にちょっとでもね調子上げてほしいとこなんですけど、明日からはオリオールズでガーディアンズでマリナーズでしょ。なんかこのままズルズルいっちゃいそうですね。全部負けたら13連敗。まあそんなこと考えたくないですけど、ちょうどあのウェイバーでね選手が移籍してから始まってるんで、ちょっとこの呪いを長引かせたくないですね。まず1勝、明日からホームに戻るんでね、この3連敗は忘れて切り替えてまた新しい1日だと思ってやってほしいです。スタッシーですが球団の方から制限リストに入ったとアナウンスがありました。これはスタッシー自ら申し出たということです。でその発表によると家族の深刻な健康上の問題によるとなってるんですが、もうこれはね具体的には分かりませんが、ただただスタッシーと家族にとっていいようにことが運ぶといいですね。平穏な日常が訪れることを願っています。あとこのアナウンスの中でスタッシーは野球活動を再開する準備ができているという文言があったんですけど、それは朗報ですね。で制限リストに入ったっていうことはペイロールに影響するんですが、それについて OC レジスターのジェフ・フレッチャー氏によると、今期の総年俸から94万ドル下げられることができたとしています。それによって贅沢税のラインを下回れたかどうかははっきりしないんですが、もし下げられていたらチームとしてはいいですね。続いてベラスケスがマイナーオプションになっています。まあ昨日の痛すぎる3投失敗があったんで懲罰降格じゃないですけど、まあ反省しなさいよっていう意味だと思います。ちゃんと基本的なことを学んできなさいと。守備走塁は貢献できる選手のはずなんで、ちょっとまた頑張ってほしいですね。でその代わりにタイスが IL から復帰しています。ただまだスローイングしてないっていうことなんで、おそらく出番があっても代打だけかなと思います。でそしてネトですけれども、明日アナハイムでワークアウトして、それがうまくいけばもう明後日からリハビリを始めるということです。なので順調にいけば今シーズン中に復帰が見られそうですね。で最後はシルセスですけれども、もともとチームが期待していたオリオールズ戦での先発はなくなりました。まだ今後も評価し続けていくということです。ちょっと心配になりますけど、とにかくここは慎重に慎重にやっていってほしいですね。初回、今日はレンヒーフォ大谷選手の 1、2番だったんですが、ワンアウトから大谷選手フォアボールで出塁。さすがにバッテリー勝負に来てるように見えましたが、ちょっとマラーのコマンドが悪すぎてフォアボールって感じでしたね。で3回の大谷選手の第2打席ですが、ここは打てそうな球ありましたね。まず3球目のフォーシームですが、これは捉えきれずにファール。で最後肩口から入ってくるスライダーなんですけど、これも捉えてもおかしくなさそうですけどね。ちょっとタイミング外されてしまいました。そして4回ですが、エスコバーの先制ツーラン。これは高めのまっすぐうまく打ちましたね。ナイスバッティング。でその後モニアックヒット出て、ツーアウト3塁からウォラックのタイムリーツーベースと。ウォラックは右方向に打球伸びますね。これもナイスバッティングでした。アンダーソンは3回まで許したランナーデッドボールの1人だけだったんですが、この4回フォアボール3つでノーアウト満塁。まあ失点こそしなかったんですが、なんで味方が点取った後いつもこんな不安定になっちゃうのかな。やっぱ一発浴びたくないとか点数守んなきゃいけないっていう心理が働くんですかね。まあそう思うのも当然といえば当然かもしれませんが、もうベテランだしちゃんと来シーズンは安定したピッチングが見れるといいなと思います。そして大谷選手の第3打席ですが、ここもフォアボール。ピッチャーは右腕のマルティネスに変わってましたが、彼もコマンドが悪くてフォアボールって感じでしたね。で次のドリューリーは今日ねいい打球飛ばしてたんですけど、この打席は良くなかったですね。
全部ボール球なんですけれども空振り三振。このカードを目の前で大谷選手が歩いて凡退っていうのが結構あるんで、ちょっと気持ちが空回りしちゃってるんですかね。ただグリチックの打席で大谷選手が盗塁成功。これで今季20個目、なんとか前人未到の50ホームラン25盗塁達成してほしいです。アンダーソンは5回までノーヒットピッチングだったんですが、ここを先頭ゲロフに内野安打。ボテボテだったんですけど、さすが俊足ゲロフって感じでしたね。そして続く野田に初球を打たれてホームラン。まあど真ん中だったんでね、打ってくださいでした。そしてペレスにヒットを許してピッチャーはウォンツに交代。ただ代打ブラウンに逆転ツーランと。これも最後真ん中でしたからね。僕ウォンツ好きなんで、なんとか来シーズンに向けていいとこ見せてほしいんですけどね。ここはうまくいきませんでした。そして直後にレンヒーホの同点ホームラン。ほんと絶好調ですね。これでシーズン OPS800 も見えてきました。それは素晴らしいんですが、もうちょっと春打ってくれたらなーっていう気はします。まあこれ何回か動画で言ってるかもしれませんが、ちょっと序盤打たなさすぎたんでね、来シーズンは春から爆発してくれることを期待します。そしてピッチャーは左腕のペレスに代わって大谷選手なんですが、ここは空振り三振。インコース速い球見せられて、最後はインコースのスライダー。まあキャッチャーランガリアーズは外構えてるんですけど、結果的にいいとこに来ましたね。つい手が出てしまいました。でその裏ですが、ピッチャーソリアーノに代わってワンアウト一塁から、そのソリアーノのエラー。ちゃんと投げてたらゲッツーで終わってたんで、ほんと残念なミスなんですけど、この後ですよね。そんなわたわたしなくても。確かにね、やったミスは大きかったですけど、すぐ次に切り替えられるかですよね。ネビン監督よく言いますけど、ミスした後、おそらくソリアーノこれ平常心でいられてなかったんじゃないかなと、そういう風に見えましたね。あとワンアウトランナー三塁でブラウンを申告敬遠してますけど、これもうーんって思いましたね。昨日ですが、家にあったセーバーメトリクス入門っていう本を読んでいて改めて思い出したんですが、敬遠が有効な場面ってものすごい限定的なんですよね。詳しくは長くなっちゃうんで省きますが、例えばここブラウン、ランガリアーズって並んでますけど、これぐらいの選手の能力の差だったら敬遠しない方がいいです。例えばバッターがホームラン73本打った年のボンズで、次のバッターがメジャー平均以下のバッターだと。それぐらい差がないと効果が生まれにくい。もちろんアウトカウントとかランナーの状況によりますけど、ただこのブラウン、ランガリアーズの並びだとセーバー的には絶対敬遠はしない方がいいという結論になってます。まあピッチャーとバッターの相性とか現場で感じる感みたいのもあるんで一概には言えませんが、ただこの試合でブラウンがホームラン打ってるからとか、ピッチャーとバッターの右左の相性だけを考えてるんだったら、ちょっとそんな安直に敬遠しないでいいんじゃないかなとは思いましたね。そして今シーズン初登板となるホセ・マーテにピッチャー変わるんですけれども、ヒット2本で失点。まあどっちもいい当たりではなかったんですけどね。僕個人的にはマーテ好きなんで、次回以降も頑張ってほしいです。そして最終回ですが、ウォラックヒット。で、パリスはツーナッシングからよくフォアボールを選びました。で、レイヒーフォタイムリー。ワンアウトランナー1塁で大谷選手の打席だったんですけど、ここもうまくいきませんでしたね。初球のスライダーは甘そうなんですけどファール。そして内角シンカーも手が出ず、で最後外のスライダーにも空振りと。この試合に関してはどの球も合ってなかったですね。昨日僕がステファニック好きだって話しましたけど、今日せっかくスタメンだったんですけどね、結果出ず。今日もいい当たりは出てるんで、早く結果に現れるといいですね。ソリアーノは残念な結果に終わっちゃいましたけど、僕はポテンシャルは間違いないと思うんで、あとは精神的なとこですかね。見てるとランナー出した後とか、まあ今日みたいにミスした後とか、その後ズルズルいっちゃう傾向があるんで、ここは成長してほしい部分ですね。あと最後コルトン・イングラムが投げてるんですけれども、グリチックのファインプレーもあり三者凡退に抑えています。僕イングラムも好きなんで、この調子でいってほしいですね。今日はマリナーズ、アストロズは負け、レンジャーズは勝利しています。こちらはブルージェイズ、ボストン、ヤンキースが勝利。ガーディアンズは敗れています。
明日からホームに戻ってオリオールズと3連戦。まあ圧倒的格上なんでね、胸を借りるつもりでチャレンジャー精神で相手をやっつけに行ってほしいです。あと藤波さんとの対決楽しみですし、ウェブもオリオールズで頑張ってるんでね、対戦があればいいなと思います。トリプレーです。フレッチャーはツーベース2本を含む3安打、リバンソトはヒット1本、ウォルシュはヒット2本、オーランド・マルティネスはヒット3本、フィリップスはホームラン含むヒット2本、最後にマウンドに上がったケニオン4番はトリプル A デビューだったんですが、ツーランホームランを浴びています。ダブル A です。プラセンシアはヒット1本、ディシエラもヒット1本、ベラもヒット1本、ノールズもヒット1本。先発ピッチャーはこの試合がダブル A デビューとなるマイケル・ダレル・ヒックスで、5回を投げて自責点0、無四球、9奪三振と見事な投球を見せたんですが、初回に自らのエラーが絡み失点したことで負け投手となっています。はい、それでは今回の動画以上といたします。明日は大谷選手打ってくれる気がします。誰よりもファンの声援を欲しがる人ですからね。遠い彼の力、明日も応援します。ということで、ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴー、エンジェルス、大谷選手、頑張れ、さよなら、バイバイ。